ご苦労、お世話になっております。でこの前のね、スタジオ配信は私ちょっと行けなかったので、次こそは皆さんとお話できるのを楽しみにしてますって見てる時に多分いるんですよね、これね、スタジオに。はい、はい、ということでファンクラブ撮影中です。あ、来た来た来た、やばい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 。ゴッゴーだぜ、ようこそ大日本プロレス。飛沫が飛ぶから喋んねえ。どうも、ありがとう、ありがとう、ありがとう。あ、以上2枚ください。あ、はい、ちょっと待って、はい、見せよ、サイン持ちますか。はい。なんで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 、意味は、なんでもない、なんでもない、ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。名前どうします。スモークで、かスモークでなっちゃいます。ちょっと待ってください。あ、逆、うん、今日は24だ。皆さんこんにちは。大日本プロレスリングアナウンサーの熊谷裕二でございます。本日もどうかよろしくお願いいたします。なんだよニコプロめ、この前のスタジオ配信私行けなかったじゃないですか。ちょっとどういうことですか、もう。まあ、ていうかね、ニコプロさん全然悪くないんですけど、はい、あの伊藤選手、私もねコメント欄で見てましたけど楽しかったですね。このスタジオ配信もきっとね、これが今ペーパービューですけど、スタジオ配信もあるんですよね、多分。わからない。あった場合は私も伺いますので、一緒に盛り上がりましょう。ということで今日もね、全7試合と盛りだくさんですので、ぜひぜひコメントやその他もろもろで盛り上がってください。今日も楽しみましょう。バイバイ。対戦カードを読んでもらいたい。そして1等戦の準決勝が
行われるということで、皆さんに期待していただければなと思います。僕がですね、会社を離れて3週間くらい経っておりましたが、その間にも大会がいくつか行われておりました。その際にですね、団体一番最初のご挨拶の場面で熊川君が、状況を伝えてくれたと思います。僕自身はそのシーン見ておりませんし、文字でもよくわからないんですけれども、その後 SNS と見るとだいぶ緊張されてたというふうに自身が、ツイートしていました。本来であれば団体の僕が団体の何かトラブルやアクシデントがあった時に皆様にお伝えする当たり前です。そして皆様に、お叱り受けたり、ご声援受けたりするかと思いますが、まだキャリア2年半だけとんでもなく緊張したと思います。その場に僕がいてあげられないことは申し訳ないんですけれども、他のスタッフ、選手も含めて、熊川君に代表されるように、留守中、そして、活動が停止期間中、みんな頑張ってくれたと思います。今日は代表してみんなから拍手をもらってもらいたいと思います。熊川君、そしてみんなスタッフにもですね、大きな拍手をお願いいたします。石川祐希、青木優也組対岡林雄二、中野上康美組。第4試合、6人角待ち、30分一本勝負、兵頭明、星野勘九郎、橋本大地組対佐藤浩介、阿部久美より野村拓也組。第4試合、優勝戦ボード卓越マッチ、30分一本勝負、高橋正也、阿部野が小林組対国定式、妻川関、塚本拓実組。第4試合終了に休憩時間を頂きます。第6試合セミファイナル、一騎当選デスマスサバイバー準決勝第1試合、蛍光灯デスマッチ、30分一本勝負、上谷秀吉対伊藤隆二。そして第7試合本日のメインイベント、一騎当選デスマスサバイバー準決勝第1試合、レスレマヨネーズデスマッチ、30分一本勝負、ビオレントジャック対ドリューパーカー。以上で8試合になります。大会長くお待ちいたしました。ダイホープレス新規大会開始でございます。でしょうか。25周年 T シャツ。さあさあさあ。いらっしゃいぜ。ウィッシュ。どうぞご利用ください。
8月8日誕生日なんです。うちのコータが26歳になりましたんで、どうぞ。お、どれ、どれにしますか。ああ、どっちもありがとうございます。1000円になります。最後にですか。はいはい、あ、もちろんです、もちろん。ありがとうございます。私よくお金をもらい忘れちゃうんですよ。はい、ここだけの話、なんかあのキーホルダーお金もらわないで配っちゃってたことがあって、それからお金を先にもらうようにしてます。はい、今日は何日でしたっけ。24です。6月です、はい、6月24。はい、ありがとうございます。はい、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。侍にも一言。はい、じゃあバースデーですよね。え、ほんとあれ、何乗っけられてるんですか。何乗っけられてるか分かんないですけど、もうね、26歳初っ端からね、運使い果たしましたよ。ええ、運はもうなくなったと思うんで、あとはね、実力で、はい、ベルトを絶対取ります。もうね、今日はめでたい。こちらさんも天国でね、喜んでくれますよね。天国から。はい、ありがとうございます。あ、悪いな。燃やしませんか。絶賛発売中です。買ってね。燃やしませんか。1個買うお金でこのキーホルダー2つ買います。このキーホルダー2つ買うんだったら、燃やしませんか。1つ買えます。それ負けてないっす。負けてる。量じゃない、質だ。イエーイ、新しい T シャツ出たよ。イエーイ。まず、かっこいい。あ、星野さんが始まりました。あ、星野さん始まりました。星野さんのテーマ始まりました。星野さんが始まりました。飛び込んでいってください。星野さんが始まりました。星野さん、テーマソング。はい、せーの、星野さん。